ここで短歌大会選者の先生方が入場されますので、皆様拍手でお迎えください。本日は大勢の皆様からおいでいただき誠にありがとうございます。ただいまより第29回宮修司記念館全国短歌大会表彰式を開会いたします。申し遅れましたが、本日の司会を務めさせていただきます魚沼市障害学習課の馬場でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは主催者を代表しまして、魚沼市教育長樋口健一よりご挨拶申し上げます。皆様こんにちは。魚沼市教育長の樋口健一と申します。今日はですね、本来であれば大会会長であります牛田市長がご挨拶を申し上げるところですが、残念ながら他の公務と重なりまして出席が叶いませんでした。お詫びを申し上げまして、市長から預かりました挨拶を代読をさせていただきたいと思います。本日は時節柄ご対応のところ、第29回宮修司記念館全国短歌大会表彰式にご出席をいただきありがとうございます。熊本県など大変遠方からおいでの方もいらっしゃると聞いております。大変嬉しく思っているところです。ありがとうございます。宮修司記念館全国短歌大会は今年で第29回を迎えました。今回もブラジル、オーストラリアをはじめとする海外から、そして全国各地の皆様から1万2000首を超える集歌を寄せていただき、本日このように盛大に表彰式を開催できますことを心より感謝を申し上げます。私たちはこの全国短歌大会を通して宮修司の業績と宮修司記念館を全国の皆さんに発信をしていくとともに、魚沼市の名誉市民である宮修司を市の宝として大切にしていきたいと思っております。そして何よりも日々の暮らしの中での創作活動を通して短歌に親しみ豊かな心を育んでいただければと願っているところです。皆様方には今後も短歌に親しんでいただき、本短歌大会並びに宮修司記念館をご支援いただければ幸いです。特に来年度は第30回大会となり、魚沼市も市制20周年を迎える記念すべき年となります。さらに多くの皆様からのご参加を心よりお待ち申し上げております。なお今回お寄せいただきました多くの作品の選歌につきましては、沖七茂先生と
立花義邦先生にお願いをいたしました。ご対応の中、温かくそして厳しく心を込めて選果をいただきましたことに厚くお礼を申し上げます。さて、実りの秋を迎えまして、魚沼市は新米の魚沼産コシヒカリをはじめ、食べ物やお酒など絶品グルメが充実する大変良い季節となっています。お時間に余裕のある方はぜひ魚沼の秋を楽しんでいただきたいと思います。結びになりますが、皆様のご健勝と短歌文化が市民に広く浸透し、本短歌大会が今後も盛大に開催されることを願い、ご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。令和5年11月11日魚沼市長内田美紀夫代読でした。どうもありがとうございました。続きまして、新潟県議会議員皆川雄二様より祝電を頂戴しておりますので、ご披露させていただきます。宮修司記念館全国短歌大会会長内田美紀夫様、大会表彰式のご盛会を心からお喜び申し上げます。出席できず誠に残念です。皆様方の今後ますますのご活躍を祈念いたします。新潟県議会議員皆川雄二。続きまして、今大会の選者の先生方を宮修司記念館館長の下村雅人がご紹介申し上げます。宮修司記念館の館長を仰せつかっております下村雅人と申します。どうぞよろしくお願いします。それでは第29回宮修司記念館全国短歌大会の選者をお務めいただいた先生方をご紹介いたします。はじめに沖七茂先生をご紹介します。沖先生は1945年に茨城県でお生まれになりました。1974年に加藤克美主催の個性に入会され、個性週刊後2004年に沖を創刊し代表を務めておいでです。これまでに歌集を10冊、その他にエッセイや評論、短歌入門書、そして詩集などたくさん執筆されていらっしゃいます。本日最新の歌集日和とエッセイ集100人100樹木をめぐる歌人たちの2冊を本会場および宮修司記念館でご紹介しております。沖先生にサインを入れていただきましたので、ぜひ手に取ってご覧いただきたいと思います。なお100人100樹には宮修司の歌、昼間見し高価の赤き花の色を憧れのごとく夜思いおりや、本短歌大会の歴代選者53名の歌人のうち23名の先生方の歌が紹介されています。次に立花義邦先生をご紹介します。立花先生は
1945年新潟県白根市にお生まれになりました。1976年にコスモス短歌会に入会され、現在はコスモス選者、コスモス短歌会新潟支部代表をお務めです。また宮修司記念館運営委員、宮修司記念館短歌教室指導者、そして毎年1月に開催している講演会短歌セミナーの講師をお務めいただくなど、宮修司記念館も大変お世話になっております。お二人の先生からは一般部門、ジュニア部門合わせて1万2000首もの歌をお読みいただきました。大変ありがとうございました。本日はご参加いただいた皆様の歌についてご好評いただきます。どうぞよろしくお願いします。さて最後になりましたが、本日は宮修司先生のご長女片柳草部さん、お孫さんである宮太一郎さんにもおいでいただいております。遠いところありがとうございます。それでは以上で選者のご紹介を終わります。それではこれより今大会の選をいただきました選者先生より出席者の方の歌を公表していただきます。沖七茂先生、立花義国先生、お願いいたします。ありがとうございます。沖七茂です。よろしくお願いいたします。では早速公表に入らせていただきます。最優秀に選ばせていただいた歌です。幻と書くときいつも四画目、唐足と読んでいいんでしょうか、踏んだような気がする、園部淳さんですが、私はとてもこれは技術的にも大変面白い歌だと思いました。幻って書くときにこう例えば幼いとかこうもう一つこうあると落ち着くんだけど、ここが ここで終わってしまっていることでとてもこう不安定な感じ、単なる一つの書き順なんだけれども、なんか みんなそれを感じてんだんじゃないかと思うんですけれども、それをこういうふうな歌にするのはなかなかなかったんじゃないかなと思いました。叙情的な歌とか、はい、風景を歌うとかそういうのとは違って、いつもこれは書くときに気になってたなそういう感じがすると思いました。今のパソコンだとそんなことはないのですが、筆で書いていくとこの一角がどうも落ち着かない、そんな感じがして感覚的なとてもいい歌だと思いました。立花さんいかがでしょうか。はい、唐足を踏んだような気がするってよくあることなんですよね。日常生活をしていると唐足を踏んだような気持ちってよく経験をすることであります。しかしこの歌は幻を書くときにそれを感じたっていうんですね。そこのところになんか個性的な把握と詩の発見がありますね。そういう点では非常にこう新しい感覚の歌だなっていう感じをしました。なんか言葉には言霊っていうのがありますけれども、漢字にもなんかそういう漢字の魂みたいなものがあって、そういうものをなんか作者は感じたのかなっていうところで共感を覚えました。いい歌だと思います。はい、ありがとうございます。で次に移らせていただきます。選者賞、実相に貫入するほど見えますと微笑む妻に戸惑う眼科医、鈴木英二さんなんですが、多分白内障か何かを手術して
手術がうまくいったのでよく見えますっていうことだと思うんですけども、実相貫入するほど見えますって、これ多分短歌やってる人でなきゃわからないと思うんですね。でそれをあの名手さんが実相貫入するってどういうことでしょうねって言ってる感じがして、とても短歌のやってる人だなと思って面白いと思いました。でじゃあ次に言いますが、残雪がひらがな風に痩せ細り、なちがつく、あこれは先生が読んでいただかなきゃいけないです。はい、先にお願いします。残雪がひらがな風に痩せ細り、夏が近づく越後三山という、歌ですが、やはり山を観察をよくしている人でないとこういう感じは捉えられないと思いました。まあ、日本は壮年期の、地形的には壮年期の険しい山が多いわけですけども、そうしますと季節とともに残雪の様子が変わっていくわけですね。日本の山ならではの発見、ヨーロッパの山ではこういうわけにはいかない、若草山のような山ではね、こういう発見はできない。まあそういう、新しいなんかこう絵画って言いますかね、そういうものを見るような絵画的な感覚も作者にはあるんじゃないかなと思いました。よく観察をして捉えた作品だと思いました。私もこの歌にもちょっと入れさせていただいてるんですけども、残雪が溶けていくっていうふうに言わないで痩せ細りって言ってるっていうところがやっぱり工夫してるかなと思いましたし、ひらがな風にっていうのを今立花先生がおっしゃったみたいに厳しい感じではなくて、ひらがな風に痩せ細る、そういうところが柔らかくていいかなというのを私も一点入れました。では続いては地を分けるは立花、魚沼市長賞の相馬さんの歌ですね。はいはい、地を分けるフォッサマグナの東西を、糸魚川の近いに地懐に抱くっていうね歌ですけれども、日本には第一交代というのがありまして、糸魚川で、西日本と東日本を分けているわけですけれども、この糸魚川っていう地名の不思議な響きですね。糸の魚の川、まあ言われてみると何かこう糸魚川という地名に何かちょっと不思議さが漂っているような感じがあって、フォッサマグナの歌は結構ありますけれども、この歌は感覚的にまあ少し、新しい感じがありまして、いい歌だなと思いました。以上です。はい、じゃ続いて乗り換えの歌ですかね。9番乗り換えですね。これ私ですか。はい、はい、そうです。9番の歌ですね。乗り換えに遅れて開く美鈴の詩、プラットホームを稲穂の覚悟。美鈴の詩は皆さんご存知の、まあよく解釈されている詩だと思いますけれども、乗り換えに遅れてしまった、何かちょっとこうどうしようかなみたいな感じ、その時に美鈴の詩を開いて読んだ、なんかふっとこう幸せ感といいますかね、そういったものに詩を読んだ後に気がついた、そのホームを稲穂が囲んでいる、稲穂の色と揺らぎが作者を癒している様子が感覚的に伝わりますね。はい、はい、では続いてクジラ弱の、クジラ弱ヘラ大クケ大畳まれて、昭和はありぬ母の離れに、今はヘラ大だのクケ大なのも使わないですよね。まあ、ミシンも使わなくなってしまっているくらいですけれども、畳まれてあるっていうことはこの作者はもう使ってない、お母さんが使っていた、それはまあ
離れにありますから、お母さんの部屋にあって、もう使わなくなってる。でもそれ、お母さんは昭和を代表するようなお裁縫をやってた家庭の主婦だったわけですね。そういう感じで昭和はありぬっていう、その昭和の時代の方に持っていた、お母さんが懐かしいっていうだけじゃなくて時代も懐かしがってる、そんな感じがあるかなと思いました。次は立花さん、紀元鑑賞ですかね。手法水を飲ませてあげると猛暑日に、八十路の妻が水引きに行く。担保稲、親しいですね。まあその育てている人にとってはね、非常に親しく感じている。八十路の夫ですね。この八十路の夫の稲穂への稲への思い、出水法、水を飲ませてあげる、擬人化してますね。この親しさが、この括弧書きの、書き括弧書きのところによく出ていると思いました。はい、ありがとうございました。次の、人間とは、もう立花さんですかね。はい、人間とは問いの答えを探りつ、短歌読み継ぎ年重ねつつ、この歌は私の短歌感といいますか、短歌に対する思いといいますか、作者はこうやって歌を作ってこられたわけですね。作者自身の生き方、それが自然に語られていると思いました。また私自身の作家への思いとなんか共感できるところがあってね、親しい思いがして撮りました。人間短歌ですねはい、ありがとうございました。次はちょっと問い回し秀逸の方に行きまして、令和元年の歌ですが、令和元年5月1日の領収書、捨てがたきかな改元の日ぞ。これ多分領収書はなんかそこら辺でパン買ったとか、そんなような領収書で、その内容にはなんていうことはないんだけども、ちょうど令和元年度、ちょうど改元のその日、その日のものっていうのを記念に持っていたいって、 たかだか領収書であっても、領収書というのももしかしたらレシート的な簡単なものかもしれない。それでもそれを持っていたいっていう、その時代の節目みたいなものを持って、記録に残したいって、そういう感じがあって、これはやはりなかなか面白いと思います。やはりなかなかこの改元っていうかね、時代が変わるっていうところを体験するっていうか、そういうのはなかなかないと思うので、それはとてもいいかなと思いました。それから続きまして、目立たずになりますかね。はい、目立たずに時には死んだふりもして生きております、七不死今日もって、この目立たずにで生きておりますまで読むと、これは作者っていうか私かなっていうふうに思って読むんですけども、一時空きなんですけど、七不死今日もで、七不死というものがそうなんですよって言って、自分ではないだけども、これはやっぱり自分もそうなんですね。七不死に重ねて自分も目立たずにね、でも目立たないには静かに生きてますっていうのはあるかと思うんですけど、死んだふりしてっていうところまで思い切って言ったところがね、なんか一つ一歩突き抜けたなというような感じがして、意外性があってとても面白かったです。ちょっと勇気がいる表現だったかなと思いました。それからカラスがねまで飛びます。次のページですね。カラスがね、横断歩道で立ち尽くす、俺に似ている、飛べばいいのに。このカラスはホッピングもできますから、飛ぶだけじゃなくて跳ねることもできると、飛ぶこともできる。だからこれは横断歩道で動かない、立ってるカラスがいて、飛べばいいのに、飛べばそんな信号を待つことないのにって思って見ているんだけれども、それがやっぱりなんとなく俺に似てる、自分も飛べばいいのにと思うんだけど飛べない、
思い切ったことができない、それでカラスにこう共感しているところが、さっき の, あの、目立たずに、死んだふりしているのもありましたけども、こういう声の生き方、やっぱり俺に生き方が似てるなっていうところがね、とてもあのユーモアがあるかと思いました。次に行きますが、飛びますね、レシートまで飛びますか、ちょっとお休みが多いの。レシートに口紅、これはまあ読めと580円とあり、つましき妻に胸疲れたり、まあこれレシートを何かの弾みに見たとしたら、口紅が580円って書いてあった。口紅って普通だいたい3000円とか5000円とかするのが普通なんですね。それが580円、何かちょっと安売りがあったのか、またそういうのもいっぱいありますから。でそこを見た時に、自分のために、妻が自分のために、お化粧のために使うお金を本当に節約してるんだなと思った時に、多分この人はなんとなく胸疲れたりとは書いてあるけれども、あの愛しくなったんだと思います。こんな風にして暮らしている妻というものと、何年もこうやって暮らしている、その生き方、これも生き方だと思いますけども、あの胸を疲れる、なんかあの愛しくなったという風に 思いました。それから飛馬さん、廃業は、はい、廃業の良寛牛乳事業所は塵一つなく扉を閉ざす、なんといってもこの固有名詞良寛牛乳のインパクトですね。良寛さんのようになんか、きちっとしてですね、塵一つなく扉を閉ざす質素な感じ、この廃業の後の静かな様子がこの固有名詞にぴったりでしたね。はい、次のだとつまらないまで飛びますかね、立花さんの、つまらない、映画が見たい、明日という不可抗力への反撃のため。明日って誰にも分かりませんね。それがまあ人間存在のどうしようもない苛立ちを生みます。そんな思いが、複雑な心情がこのつまらない映画を見たい、そういう気持ちに重なりました。そのうまい取り合わせですね、絶妙な取り合わせで、なんかちょっとあっけに取られて面白いなと思いました。でちょっと今夏近し、立花さんですかね、夏近し、絵画サークル死後消えてレモンの味の雨回り来る、絵画サークルの様子ですね。何人か一緒になって、輪になって、なんかモデルでも描写してるんでしょうか。まあ、話し声も消えました。そこにレモンの飴が回ってきた、絵画サークルの様子、そんなところが目に見えるようなに描写をしていると思います。レモンの味がいいですね、うん、他の味だとちょっと ね、そうですね、レモンがいいですね次もよろめきってます。よろめきて支柱にすがりナスをもぐ、ババのナス漬け待つ人のいて、普通ですとおいとかババとかですね、自重的にこういう場合に歌はちょっと成功しづらいところがあるんですけれども、このババの使い方は非常にいい使い方だと思いました。自負があるんですね、ババと言いながら自分のナス漬け、四句のこの表現でナス漬けのベテランの味が伝わってきました。ババで出ない、出なきゃ出ない味ですね。次のは生きられる時間ですね、はい、生きられる時間は限りがあるけれど、生きる長さは自分で決める。
生きる長さとは生きる生きてる長さはイコール質量ではないですね。あるいは何て言うのか深さでもない。その長さは自分で決めるんだという自負心ですね。この自負心に共感をいたしました。はい、ありがとうございました。じゃあこれで一般の部は終わります。小学生に移りますが、ジュニアの部、小学生の部17ページになります。ここでかくれんぼやっと見つけてもらえたよ、みんなの中へ帰ってこれた、福崎悟さん。かくれんぼですから隠れていて鬼に見つかったらいけないわけですよね。見つからないように隠れているんだけども、見つけてもらった。で隠れてる間は孤独なんですよね。でも見つけてもらった。でみんなの中へ帰ってこられたんだ。本当は見つかりたくないはずのゲームなんだけれども、その見つけてもらえたっていうあたりにね、なんかほっとした感じ、それから可愛らしさがあるかなと思っていいなと思いました。立花さんも好転で良寛さんが子どもたちとかくれんぼをしたお寺っていうのは分水の大蓮寺というお寺だそうですけれども、私もその大蓮寺の土を踏みたくて大蓮寺を訪れたことがありました。これはこの歌は多分良寛さんがこのような気持ちで読んだんだろうなという気持ちでこの歌を取りました。良寛さんのような優しい心情が歌にあふれてますね。はい、次の歌ですが、葉っぱがね赤と黄色になったなら山が塗り絵を始めたんだよ。これもとってもいいなと思いました。要するに紅葉なんですけども、それが山が塗り絵を始めたって、これは擬人化といえば擬人化なんですけれども、やっぱり見ていると、あ、塗り絵だっていうふうに思う。これ小学生だと思うかな、可愛らしいし、その食感がシャープな感じがすると思いました。立花さんも好転で。私も紅葉の歌を作りますけれど、葉っぱがねという色を使ったことはないですね。使えない。このねがね、とても効いてる。口語の優しさが出てますね。はい、次のは立花さんが物語の歌ですね。はい、物語、自分の世界入り込む、みんなの声が聞こえなくなる。この方はきっと物語を書く人になれると思いますね。細やかな感受性の持ち主ですね。至極に素直な驚きが出てますね。うん、没入してるっていう感じですかね。はい、次のに移ります。夕暮れの赤い光に重なったトンボの羽と私の手、私の手でしょうかね。夕暮れで、の赤い光、それからトンボ、季節感のあるトンボ、トンボの羽 の透き通った感覚と、それと私の手が重なっていく、これもちょっとこうやって見てるような感じなんでしょうけれども、その感覚が光と、それから影っていうことではないんだけど、私の手で持っている影というものがコントラストとしてうまく捉えられたんじゃないかなというふうに思います。これも立花さん、はい、ふっと心にこう染みた風景ですね。うん、夕影、赤トンボ、羽、私の手、そこに作者の感動が伝わってきました。はい、次の暑い日も立花さんが、はい、暑い日もゴミ収集するお父さん、綺麗な街でみんなが笑顔、父親に対する思いやり、うん、まあ作者は優しい心の持ち主ですね。この結句で作者の喜びがね、広がって伝わっていきますね。うん、はい、次の食欲の歌も立花さんが、
19ページ宮修司記念館長書の最初ですかね。ないですか。食欲があまりなかったじいちゃん。読みます。食欲があまりなかったじいちゃんが私がいたらたくさんいたらたくさん食べた。おじいちゃんがたくさん食べてくれたその喜びですね。ご病気かなんかでしょうかね。子供たちから見るとおじいちゃんが食べないのは心配になってきたんでしょうね。それをおじいちゃんがたくさん食べた、そういった喜びが伝わります。本当にね、おじいちゃんも お孫さんが来たら食べられますよね。では次の押し入れの歌に、押し入れの時間の暗闇の中鬼が来る誇りの匂いともういいかい、これは私が撮ってるんですが、かくれんぼでもういいかいなんですけども、暗闇の中に隠れているわけですけど、さっきもね一番最初もかくれんぼだったんですけど、これもかくれんぼ、押し入れの中に隠れて暗闇の中で怖いわけですよ。鬼が来るもういいかいって言ってると、でやっぱりその声で外との交信をしてるわけですけど、そのかくれんぼの心理みたいなものが出ているかなと思いました。で一つ問いましたが、念願の決勝行けたバタフライ、その時僕はイルカになった。これ優勝したわけじゃないんです、決勝に行けた、だから予選を通過したっていうんだけれども、この人は念願で決勝に行くっていうことが念願だった。でバタフライで決勝に行く勝ったという時に、その時イルカになったんだ。もう本当にイルカ、なんて言うんですよね、海の中でスイスイと飛んでいく、そういう感じになって、もう人間じゃなくてイルカになった、そういう感じがね、とっても生き生きしてる感じがしました。それから次に夏休みに入り、夏休み雨降らないな、カラカラだ、僕とカエルもカラカラカラだって言うんです。これ私笑ってしまったんですけど、カラカラの繰り返しだけなんですけどね、雨が降らないでカラカラだって、そこまでは分かるんです。僕とカエルはもう水がないと困るので特に水が欲しい、で僕もカエルもカラカラだって言いたいんだけど、カラカラカラだって、このカラカラ体を体っていうふうに言った、その音の最後にこう遊び心ですね、遊んだ感じがねとっても面白いというふうに思いました。次の只見線の歌は立花さんが、はい、只見線、家の窓からお手を振るとポーッと返事を返してくれる。只見線というのひらがなになってますけれども、このひらがなもなんとなく只見線という音が伝わりますからね、いいなと思いました。運転手さんが気づいてくれてね、警笛を鳴らしてくれた、ちょっと嬉しい瞬間だった、その瞬間を捉えた歌ですね。写真ならスナップ写真ですけどね、いいところ捉えましたね。もう完全に撮り鉄になる子ですね、この子。次のじゃ初キャンプも立花さんですね。初キャンプ、青空の下元でしょうかね、下ご飯食べ、はい、いつものカレーがいつもと違う。カレーはね、子供さんの一番のご馳走なんだそうですけれども、キャンプでの貴重な体験の一つですね。それをこれもですね、非常に瞬間スナップ写真ですね、上手に切り取ってる。普通なら見逃してますけどね、うまく切り取って歌に盛り込んでますね、その手柄ですね。やっぱりキャンプは美味しいですよね。次のページに行きますね。命がね尽きる日にはね、ありがとうさようならをね伝える日だよ。なんかこれこれは立花さんでしたね、ごめんなさい。これですね、命がね、はい、命がね尽きる日にはね、ありがとうさようならをね伝える日だよ。さっきのカラカラの歌はね、カ音が4つ使われてたんですね。でこの歌はね、ねが 3つ使われてるんですね。命がね、尽きる日はね、
さよならをねって3つ使われてる、うん、この3つのねがね作者の心ねを伝えているような気がしましたね、家族の死、友人の死、そういったものに出会ったことがあったのかもしれませんね。そんなことを思いながら、うん、撮りました。優しい作者の気持ち、あの内容は厳しいのかもしれないけどとても優しく歌われてますね。で次に行きます。次のページですか、じゃないか、このままお洋服、お洋服が母が選んで僕が着る、いつかは自分で全身コーデ、これは多分お母さんがあの選んでくれる服が気に入らないっていうことですね。お母さんがこれ着なさいって言われていつも着てるんだけれども、いつかは自分で全身コーディネートして綺麗に着たいっていうその願望だと思いますけれども、今が不満っていうわけではないにしても、このこれから自分でやるんだぞ、そういう感じが出ていていいかなと思いました。それから飛んで次が、うちの猫ですかね。うちの猫、小麦色の毛、ピンクの手、もっちりの腹、100点満点。うちの猫は小麦色の毛をしていて、ピンクの手を持ってて、もっちりの腹で、このピンクと小麦色とピンクともっちりの腹、すべてが揃ってて100点満点。もうどこも言うことないよって、要するに可愛い、大好きっていうことを言ってるんだけれども、それが100点満点っていう言い方してるのでね、とても面白いというふうに思いました。次の PK 戦、狙いを定めてボールを蹴った、ゴールネットがふわりと揺れた。やっぱりこの PK 戦、普通のもちろんあの試合中のゴールでもあの感激なんですけど、 PK 戦ってなるとやっぱりここで決めなきゃっていうことがあるので、そのネットが本当はすごく緊張しているんだけど、ネットのふわりふわという感じがいいかなと思いました。これも橘さんも撮ってらっしゃる、はい、これはね、あのゲクのね、ゴールネットがふわりと揺れたっていうので撮ったんですね。やはりこのゲクの具体ですね、特にあの PK 戦って緊張しますのでね、その緊張一瞬このふわりとで緊張が解けた映像がこれも見えますね、はい。次のも公園でも橘さんが公園で楽しく遊ぶ鬼ごっこ、帰る時までに、帰る時に逃げ続けるぞ。これ橘さんとって、はい、はい、逃げ続ければ鬼にならなくて済むんだろうと思います。その逃げ続けることができるんだっていうね、これも自負心ですね、ちょっとしたね自信、そんなのが逃げ続けるゾーンに出てますね。あのこういうの最後の結果が一番大事なので、この逃げ切るぞっていうのが勢いがありますよね、最後のところがね。それからちょっと飛びます。次がかかしさん、田んぼの見張りありがとう、おいしいお米取れますように。これは私ですね。やっぱりこの、まあ、あのこれ選ぶときには、どこの出身かどこの学校かとかっていうの全くわからないで来るわけですけれども、やっぱりこの辺かなというふうに思いました。あの お米の取れるところかなというふうに思いましたね。でそういう、かかしさんが今でも、やってるんですかね、そういうところで、よく見ているし、おいしいお米が取れますようにっていうのは、これはもう地元の願いだと思います。でその次も私ね、久しぶり学校に来て思ったよ、私の席はどこだっけと。夏休み長かったの一月以上あるんでしょうかね、一月になって久しぶりに学校が来たら、私の席どこだっけ、一番前じゃなかったよなとかって、まあ、もしかしたら夏休み入る直前に席替えでもあったんでしょうか。なんかでもちょっとこの空間、夏休みっていう空間があったことによって、自分の居場所というか自分のポジションみたいなものがちょっと不安になる、そういう感じが、まあ、不安っていうところまで大きなものではないけど、ちょっとそんな感じがしました。次の夏祭り、打ち上げ花火、音がする山の向こうの隣町から、夏祭りが
これは 夏祭り打ち上げ花火音がするっていうところまでだと当然自分の町で花火が上がってるのかなというふうに思うんですけれども、山の向こうの隣町からっていうことで、これはいいなと思ったのは、要するに見えないわけですよ。山の音が聞こえるだけで向こうの方でしてる、見えないものは意外と歌に なりにくいっていうか、作れないものだけど、あ、隣で花火やってるんだっていう風、そういう空想しながら見ていて、行きたいなと思ったか、隣だったらよかったのにと思ったかわからないけど、その空間みたいなものが捉えられていると思いました。次も私ですね。お出かけでホテルのお風呂は多すぎてどれに入ろう、大浴場。私たちは毎日同じお風呂で、ちっちゃなお風呂に入っているわけですけれども、たまに旅行にしてホテルに行くと、これは完全に温泉だと思いますけれども、いろんなタイプの あったかいのやぬるいのや、なんか外の方があったり、内の方があったり、いろんな大きなとこがあったり、濁ってるのがあったり、なんかして、とにかくいろんな種類があって、多すぎて、どれに入ったらいいか分かんない。それはね、楽しいというよりも、どれに入って分からないような迷いみたいなものがとてもよく出てるかと思いました。次はちょっと問い、ま、妹とに問いますかね。妹と お菓子一緒に食べてたら喧嘩始まる予感がするぞ。この歌もとても面白いと思ったんですけど、妹とお菓子一緒に食べてたら喧嘩始まるまでだったら、まあ兄弟喧嘩始まったんだなと思うけど、予感がするぞっていうところが面白かったんです。当然ですけども、まだしてないまだしてないけど、いつかするぞ。多分いつもいつも食べてる時に喧嘩してたんでしょうね。だからまた始まるんじゃないかって、この予感がするぞっていうところが面白かった。これも立花さんもこれ撮ってらっしゃる。カッパエビセンとかそういったものをあれでしょうかね、俺一つお前一つ順番に食べてたんでしょうかね、あと一つ残ったのは誰が食べる、三つ食べたぞとかね、お前の方が余計食べたとかね、なんかいつもやってるんでしょうね。うちさんの最後のね、ところに結句のところを主張しましたけどね、それが良かったなと思いましたね。で、妹とっていうことがね、これは お兄ちゃんかお姉ちゃんなんですけどね、よく喧嘩になっちゃうんですね。次に行きます。夏休み、次のページになりますね。夏休み、早起きできなくて始業式の日5分遅れた。ダメね、ちゃんと早く行かなきゃ。でもね、夏休みの間はルーズな生活してたわけですよね。なので早寝早起きなんかできなくてぐずぐずしてた。で、始業式なのに遅れてしまった。この5分遅れたっていうこと、ちょっとなのに、ちょっとなのに遅れたことは遅れた、もう5分遅れたっていうのがいいかなと思いました。これも立花さんもこれ撮ってらっしゃいますね。ええ、人生何事もそうかもしれないなという自覚がね、生まれたんだろうと思いますたった5分でも遅刻は遅刻ですもんね。次の今年からでしょうかね。今年から今年からお囃子参加楽しみだ、はい、今年からお囃子参加楽しみだ、みんなに見せる僕の忍ぶえ。僕の忍ぶえは普通は忍ぶえは聞いてもらう方なんですよね、聞いてもらうんじゃなくて、みんなに見せたいんですよね、この歌では聞かせるんじゃなくて見せるという、見せたいという、そのなんかその気持ちがですね、男の子のそんな気持ちがよく出てるなと思いました。音だけじゃなくていい格好のところ見せたいんでしょうね、多分そうでしょうね、はい。次の夏休みも、そこは可愛いですね。可愛いですよね、やっぱりね、見せたい夏休み動物園に行った、立花さんですね。動物園に行ったけど、動物みんな日陰にいたよっていう、これですね、はい。動物園に行くと、その感想としてはですね、いや、ライオンがどうしたとかね、キリンがどうだったとかいうのが普通なんだけどね、この作者はね、動物がみんな日陰にいたよという発見をしてるんですね。これもちょっとね、個性的な発見だと思いましたね。ライオンの髪がなんかふわふわだったよとかね、キリンの首が長かったよじゃないんですね。そこが個性的な発見をしている、
歌になったんですね。動物だって暑かったんですよね。そこをちゃんと見てる、現実を見てるんですね。冬ならどうしてるかね。冬だったらどうでしょうね。次の夏休み海に行ったよ、立花さんですね。夏休み海に行ったよ、楽しいな、子供のフグがたくさんいたよ、楽しい歌ですね。フグってもうたくさんいるんですよね、近海に。私も釣りでたくさん釣ったことありますけれども、海に潜って初めて見た風景、あの毒を持ったフグの子が、白い腹がおそらく印象的だったんでしょうね。その驚き、それを捉えてますね。子どものフグっていうところが共感してるんでしょうかね。大人のフグじゃないところ、小さいフグがいっぱいいるんですね。小さいフグがいたんでしょうかね、面白いですね。でちょっと、リュックショイに入りますね。リュックショイ、木道を歩く僕たちの前にあるのは雲と火打ち岳、火打ち岳、はい、尾瀬の湿原の木道を歩いた、その雲と火打ち岳の映像ですね、円形の映像ですけれどもね、これも綺麗に写実的に捉えてますね。印象的だったんですね、そうですね。前にあるのは雲とっていうところがいいですね。はい、ではこれで小学生が終わりました。で中学生に中学生の、この私が選者賞に選んでるんですけど、黒鳥よ、その黒き翼を羽ばたかせ、天啓を狩る疾風狩るは、古語的にかける雨かける雨かけるというようなことかなと思ったんですけど、その黒い鳥がそのつろい黒い翼、ここ繰り返し黒い翼になったんですけど、これを羽ばたかせて当然 天を飛ぶ、そこまでは天空を飛んでいく大きな、鳥だったらば天空を飛ぶ、でも疾風となれっていうところまで行ったところが、ちょっと私はこれできすぎじゃないかなと思って、どうしようかなと思ったくらいに、中学生にしてはものすごく大人っぽいというのか、なんか詩的というのか、そんな感じがしました。だからちょっとむしろ撮っていいのかどうかって迷ったくらいに、できすぎるぐらいに詩的な素もあるし、その黒鳥って黒鳥っていうのがなんかわからないけども、その自分に重ねるような何かがあって、天空をかける疾風となれっていうような、まあこれは命令形なんですけど、希望的なね何かがあるかなと思って、ちょっとすごいというふうに思いました。それからちょっと中学生欠席が多いのですが、館長賞の方に入ってしまって、そうじゃないですね、初めての大学体験が立花さんですね、はい、はい、初めての大学体験行ってきた、未来の僕に思いを馳せる。大学の建物っていうのはちょっと新潟県のね、義務教育のいや高校の建物とは全然違ってて、なんかやっぱり憧れのを感じさせる建物で、まあなんか教育委員会のあれもあるんでしょうけど、新潟県はあんまり小中学校の建物はなんか私的じゃないんですね。なんか箱みたいで、ちょっとね、山形県あたり見てきてほしいなと思います。ちょっと表からは外れましたけどね、やっぱり子どもたちは建物に夢を感じますのでね、新潟県の小中の建物は全然ダメですね。大学の建物はやっぱりいいですね。でこれは高校生じゃなくて中学生で大学の、だから中学生で行ってんですよ ね、 普通はね高校生で行くんだけどね、最近は中学生で行ってる、だからなおさら印象が強いんでしょうね、
アカデミックに見えたんですね、うん、憧れも当然ありますしね、はい、いい歌だと思いますよ、うん、将来の僕に思いを馳せてるんですもんね。でちょっと出席者が次の暗闇の遠征帰りのバスの中窓から見える小さな花火、これなんか切ないなと思って、撮りました。暗闇の遠征帰りですから、試合帰って遅く帰ってきたわけですよね。だから隣窓から小さな向こうの小さなっていうのは遠くの方に花火が見える。本当だったら花火見に行きたかったんだけど、なんか遠征があったので行けなかった。でそれ向こうの方に見えるなって、みんなもしかしたら楽しんでるかもしれないなという感じで、まあ、自分も充実感はあるんですけれどもね、向こうにちっちゃな花火があるということで、なんか切ないなという感じがしました。中学生ですから遊びたいところだったと思います。出席者が飛びますね。自転車でっていうところまで飛びますが、自転車で桜並木の遡る、成長したと実感できた。多分中学生で自転車買ってもらったんでしょうかね、分かりませんけれども、なんか2区と3区4区桜並木のさ、遡るさ、成長したの、この三音ですね、三音がなんか気になってね、なんか爽やかな感じがして、まあおそらく校舎に続く坂道だろうかなと思いましたけれどね、その成長が実感できた、坂道をね、一気に登ったんでしょうか、うん、そんなことで実感できた、うん、なんか未来志向型の歌ですね。急坂登れたんでしょうね、きっとね。はい、ずっとお休みが続きまして、橘さん、流星の流れるですね、はいはい。流星の流れる速さの夏だから、瞬きなんてしないでおこう。これはちょっとね、なんかちょっと面白いなと思いましたね。流星の流れの速さ。これ一二句がね、なんか序言葉みたいな感じで面白かったんですが、夏休み、夏すぐ過ぎちゃうんですね。早く過ぎちゃう。夏の思いが爽やかに歌われてますね。うん、なんか流星の投げる速さのような夏だからみたいな、ようなが大きなと比喩になりますね。なんかそんな感じも読みました。余計なこと言ってすいません。そこが魅力でしょうね。そうですね。ね、うん、ね、流星もちょっと素敵だしね、夏の速さと、疲れたな。疲れたな、はい、ドアを開ければ待っている、ニコッと笑う自慢の弟、ニコッと笑うこの自慢の弟っていうのがいかにもこの、まあ弟思いって言いますか、まあそんな感じが伝わりましたね。今日も一日頑張って勉強してきたな、うん、そして四国へ行くとね、弟の様子がこう見えるように描かれている、そこにほっとしてる感じが ねよく出てます。この疲れたなっていうのは中学生でも疲れるんだなと思ったけど、疲れたなってかったら、ニコッと弟が笑ってたら疲れ吹っ飛びますよね。今の中学生は疲れるんですよ。すごく面白いで、自慢のっていうのがいいですよね。可愛いとかじゃなくてね、自慢のっていうのがいいですよね。じゃあ次の防具からもですね、はい、防具から鈍い痛みが伝わって倒れそうになる商談試験、これは剣道の商談試験でしょうかね、初段の試験ですけども、うん、まあ相手がね、ランダムに当てますから、うん、相手がね、たまたま大きくて力強いやつだったんだろうと思います、うん、でまあ横面かなんかを張り倒されてね、痛みが鈍く残った。そのなんか臨場感が伝わりますね、うん、大丈夫でしたっけね、商談したでしょうかね。みんな商談させんです、商談は。そうなんですか。落ちたんじゃないかって。はい、中学生はちょっと出席者が少なかったのでこのくらいです。ちょっと待ってください。
かね、この本が開かないんです。開いたら閉まっちゃうんですで、一番最初の高校生のところでいきます。魚影って読むんですか。その一瞬を安でつく命の重さ、うねに伝わる、まあ、要するに魚をこうつくっついて取るわけですよね。その時当然ですけども、その、まあ、生きてるわけですよね。生きてるのを捕まえる、まあ、それが漁の醍醐味なわけで当然なんですけども、やっぱりその命の重さっていうのをやっぱり感じる、そのとこがやっぱり高校生らしいなと思いました。立花さんどうでしょう。やっぱりね、この四句のね、命の重さを捉えた高校生、このね、腕に伝わった感、命の重さ、腕に伝わってこの四五句の捉え方ですね。高校生になって初めて感じたこの命ですね、新鮮さ、腕に伝わったこの不思議な感覚、いいですね。やっぱり命っていうもの、こういう時にね、強く感じるものですよね。次の一人ならに立花さんですね、はい、私ですかね、はいはい。一人ならできないことも友となら何でもできそう、地類朝焼け、まあ何でしょうね、これ目標達成のためになんか良いライバルでも得たんでしょうかね。受験勉強かもしれないし、クラブ活動かもしれません。この地類っていうのがね、効果的に、まあ、肌寒いっていうような寒いっていうようなね意味ですけども、これが効果的に使われているいますね、まあ、若者言葉ではこういうのは結構あるんじゃないかなと思いますね。こういう日本語に挟んでくる、こういう感じなんですかね、うん、思い切って言い方ですよね、そうですね、はい、それ英語で表記しているところがね、はい、いいと思いますね、はい。では、祭日にっていう方に、記念館、祭日に上がる花火と同じ日の同じ空にて上がるミサイルっていうんですが、本当に祭日で普通で言えばおめでたいって思うし、花火が上がっている同じ空にミサイルが上がってる、これやっぱりミサイルが私たちが見えるわけではないですけれども、同じ空なのに花火とミサイルっていうその2つが上がってるんだよっていうことは、とてもこの社会、今の社会情勢みたいなものを捉えてるっていう意味では、やっぱり高校生らしい社会性をこう取り入れようとしてる、ニュースを人に見てる感じがあって、この平和のものとその、まあ、戦争のものがいっぺん同じ空なんだよっていう言い方、捉え方がねいいかなというふうに思いました。高校生のその思考って言いますかね、考え方っていうか、そっちの方が少し出てるように思いました。で次のしわくちゃが立花さんですかね。しわくちゃの汚い手だと祖母を洗う、はいはい。しわくちゃの汚い手だと祖母を洗う、野菜育てる祖母の手が好き、まあ、土仕事を重ねてきたおばあちゃんですね、その手を日頃見てますね、でもある日じっと見た、そのおばあちゃんの手が、まあ、本当にシワだらけでですね、汚い手だったけれども、ああこの手が野菜育てて、おいしい野菜育ててるんだと、その感動の初々しさですね、それが伝わってきますね。おばあちゃんが自分で、私もこんなしわくちゃなのよって言ったんでしょうね。そうだけどそこがいいのよってこの人が言ってるんでしょうね、このおばあちゃんの手がね、しわしわだけど、やっぱり女の子ですね、女の子ね、女の子の歌ですね、やっぱりね、おばあちゃんはそこがいいって、いいね、柔らかい、その人は自分をそんなにが立花さんで、はい、その人は自分、はい、その人は自分をそんなに変えてまで一緒にいたい人なのですか、まあ、なんか手紙の一文みたいなね友達に言ってる言葉なんですけれども、高校生の歌をね見てるとね、こう前向きの歌とね、
こう整って反省してる歌とかね、いろんなこの歌があるんですけれどね、割合こう前向きにこう考える思考のね、そういう歌が多かったように思います。そういう歌にやっぱり感動させられましたね。この歌もね、まあまあ自分に言ってる、友達に言ってる、なんかつつましいけれども、なんか強く自尊の思いですね、そういったものを大切に持ってる人ですね、まあそういう生き方っていうか、そういったものが出てますね、考え方、大人の歌ですね。これは私もちょっとね面白いと思ったやつ、自分は自分でいたいわけですよね、当然のことながら。だけどその相手、誰かがその自分を変えてしまうような強力な魅力だったんでしょうね。でもそんなに変えてまで一緒にいたいんですかって、これ自問自答ですかね。誰かに対して言ってるんじゃなくて自分。そうです ね、これもまあ、女の子らしい、なかなか自尊心の強い女の子ですね、やっぱり人生を考える時期っていうことですよね。そうやっぱりこういう姿勢がやっぱり今欠けてるんじゃないでしょうかね、そうですね、じゃあ次が、風通りですかね。風通り揺れるカーテン、グランドに見える君から目が離せない。これはね、高校生らしい恋心だろうと思って私撮ったんですけどね。自分は教室にいてカーテンでゆらゆら揺れてるそば、まあ、隙間から君っていう人が見えるわけですよね。だから君は何か体操してるんでしょうかね。で目が離せないので自分の授業はそっちのけになっちゃってる、そんな感じになったと思うんですけど、高校生らしいなと思って、まあ大人でもこういうことありますけどね、高校生らしいなと思って、そのカーテンの隙間に見える彼というのも君というのをね、じっと見てる、そんな感じがあって高校生らしいなというふうに思いました。次は本当にやりたいですね。本当にやりたいのならできるはず、大人の言葉で夢が消えてく、立花さんですね、はい。本当にやりたいのならできるはず、大人の言葉で夢が消えゆく、やっぱり素直ばっかりがいいわけじゃないですよね。時には反発をしたり、大人を横から見たり、いろんな見え方が高校生になるとできますね。世の中ってそんな単純なもんじゃないんだよと、少女は、これ女の子ですよね、少女は思ったんですね。でもやはりなんか夢を追っている作者ですね、そういったのが見えてくる歌ですね。大人の言葉で 夢が消えてしまうっていうのはストレートで、大人としても考えなきゃいけないかもわかんないですね。アドバイスしてるつもりが必ずしもそうじゃなかったり、怖い、大人に突きつけてる感じがします。まあ天の弱の方がいいかもしれませんよ。で時に夜を取って入れときましょうか。次に行きますが、追いかけて手を伸ばしても届かない、またダメだった。ちょっとだいぶ先ですかね。これは私ですね。追いかけて手を伸ばしても届かない、またダメだったって、ここまで読んだ時にやっぱり何かその学校の成績であるとか、スポーツの何先の優勝っていうのもありましたけど、届かなかったとか、そういうようなことを感じてで4句まで読んできたんですけど、流しそうめんって最後に組んで、なんだ流しそうめんか、流しそうめんだったらいいじゃないかと思ったんですけども、追っかけてやっぱりこう手をでもちょっとこうなんでなかなか届かない、その流しそうめんってこの落としたっていうか、結局その軽くしたっていうところがね、なかなか遊び心があるかなというふうに思いました。次に、卒業後進路に悩む私にはあえて聞かない母の優しさ。これも、確かに今進路に悩んでいる時にどうなのこうなのっていうふうに何か言ってほしくない、さっきのあれじゃないけど大人の言葉で何か
ちょっと反発してしまったりするかもしれないので、自分がこの人は自分で考え結論が出るまでお母さんが黙ってるっていうことを感じて、お母さんの優しさを感じてる歌ですが、これも立花さんも取られて、母とこの思いに わだかまってる思いですね、その母の思いを敏感に感じ取った敏感な、これも女子の生徒ですか、なかなか敏感な作者だと思いますね。母はね、どうしてもどうすんのよ、卒業したらあんたどうすんのって言いたくなっちゃう、意外と父親は黙っててくれるんですけどね、母親一言言う、でもそれは言わないっていうことを感じ取ってるんですよね、言わないでいてくれるんだなっていうのを感じ取ってる、やっぱりこの方も非常に感性の豊かな方だと思います。で、次の羽川に映る夕日が問いかける、どう生きるのかとペダルを踏み込む、これ私も撮ってますが、立花さんどうですか、羽川に映る夕日が問いかける、どう生きるのか、読んでてね、高校生の歌ね、自転車の歌割と多いんですね。だから自転車はね、やっぱり親しい乗り物なんですよね。で、自転車から何かをこう感じ取ってる、新しい自転車とかね、力いっぱい踏み込むとかね、この歌もね、羽川って、地図で調べましたけどね、スモン川から流れてる小さい川だと思いますね、多分で清流だと思います。それに夕日が映ってる、親しい、小さい時から見てる親しい川ですね、だから川に問いかけてるんですね、この語句の具体がね、ペタル踏み込むっていう具体が印象的ですね、いかにも高校生らしい、なんか意思的な踏み込むですね、どう生きるのかっていうのが一番大事なテーマなわけですよね、高校生ぐらい、誰にとってもなんですけど、高校生一番大事な、どうこれからどう生きるのかって言った時に、その夕日が問いかけたり、あるいは羽根川が問いかけたりする、自分自身で問いかけたり、そういう中でペダルを踏み込む、まだはっきりどう生きるか決まったわけではないけれども、一歩踏み出すみたいな、とにかく生きるよ、そういう感じが出てるかと思いました。この方は秋元次郎さんという方は、一番最初の歌なんですよ、栄を追うその一瞬を安でつく命の腕に伝わる、同じ作者なんですね、だからやっぱりどう生きるか、あるいは命というものをやっぱり感じてる、考えてる作者なのかもしれませんね。それからちょっと飛びます。夏祭り誘うと決めて1ヶ月、震える手で押す送信ボタン、ちょっと私だけですね、夏祭りに一緒に行こうよというふうに誘っているわけですけれども、その、誘うと決めてから1ヶ月経ってるんですね、まだ誘ってないんですね、でも多分もう祭りが目の前に来ちゃって、どうしようもなくて誘う決心して誘うんですけども、震える手で押す、私たちの時代はですね、ここの震える手で押すダイヤルだったんですね、電話をかけるとか、なんかダイヤル回すとかだったんですけど、今は送信ボタンなんですね、ダイヤル回すが私たちで、プッシュを押すっていうのがもうちょっと後で、その後送信ボタン、この時間的な、この高校生ぐらいだと送信ボタンなんだなと、メールで誘うんだなっていうふうにちょっと思いました。それから次の、指先も汗をかいてる6弦のギターの練習、またアルペジオ、この、指先もギターを弾いてる時のね、ゆっくり弾いてる子、もちろんアルペジオだけじゃない、どんどんこのアルペジオそのやってる時に、指先も汗をかいてるっていうことで、指先も汗をかいてるのが、自分自身も汗かいてる、なかなかうまくいかないんだと思うんですね、練習が、で そこが指先のもたもたした感じが汗をかいてるっていう感じで出てるんじゃないかなというふうに思いました。それから次の、火のつかぬ昨年の花火、
去年の花火、これは普通だとやっぱり昨年の花火って読むところなんですけど、おそらく音数的には去年の花火はって読みたいところの字がちょっと違うかもしれないですね。告白のできない私の恋に似ている、この火のつかない花火、ね、湿ってるんでしょうかね、思い切りの悪い花火なわけですよね。それがいかにも告白ができない私の恋、なかなか火がつかないわけですよ。まあ恋には火がついてるのかもしれないけども、告白するっていうところに火がつかない、そういうところが花火と自分を重ねてるっていうところが面白いかなと思いました。次の誰もいない小雨の公園、肌寒くあなたの手まであと3センチ。この あなたの手まで、要するに公園を2人で歩いているんだけれども、でも誰もいないので手をつないだって見られてるわけじゃないからいいじゃないかと思うんだけれども、まだちょっとそこまでいかないで、あと3センチなんだけどなっていう感じがあって、そのもうちょっとなんだけどっていうところが、もどかしい自分っていうね、そこら辺が面白いというか、なんていうんですかね、もどかしさみたいなものが高校生らしくていいかなというふうに思いました。それから飛びまして、これ最後になってしまいますね。初めての窓側の席、外を見て魚の川からいい風吹いた。立花さんですかね、これは初めての窓側の席って、やっぱりね、窓側の席ってこのゆうづきさんは女の方ですね、男の子もね、まあ私も なんかね窓側の席をいつもなるといいななんて思っていたよ、記憶がありました。くじ引きでね、いつも外れてたんですね、この子はね。今回はでも窓側席行った、いい風が通るいい席だ、先生からもどうも資格であるらしいしな、中間試験の後の席替えの風景ですね、そんなところまで歌にしてる、いい歌だと思います。親しい、はい、私はちょっとこれ気がつかなかったんですね。初めての窓側の席っていうのがちょっとわからなかったんですね。私学校から離れてもう何十年も経ってるので、あ、そっか、席替えで、いつも前だったり後ろだったり中側だけど窓側になったことはなかった。でそれが窓側になってみたら外見て景色がいいんだなっていうのが分かった。いつも立って窓から見られてた景色なんですけど、やっぱり自分の席っていうのが決められてから見ると いい景色で魚の川が見えていい風吹いたって、いい風っていう言い方が面白いですよね。春風とか秋風とかじゃなくていい風なんだって、涼しいとかそういうこととも違っていい風っていう言い方が、なるほどね、私はちょっと見落としてたかもわかんないです、なんか気がついたことがあったら言っていただいていいですか。もうちょっと時間がありそうなので、まだ大丈夫そうですね、10分ぐらいありそうな。結構私と2人でもちろん線をしているんですけれども、なかなか重ならないものなんですね。重ならないのが当たり前なんですけども、でたまに重なったり、で重ならない中でも意外にここで立花さんがこう言うと、あ、そうだったのねっていう歌があったりして、意外と見落としてるっていうのが結構あるもんだなというふうに思いますね。だから一生懸命もちろん SNS はしてるんだけれども、見落としっていうか、その時には分からなかった、今のような初めての窓側って何だろうなっていうふうに思って、高校生だって思えばそういうことだったんですよね。でそういうこと、そういう歌が結構私もあって、あ、気がつかなかったなっていうのがいっぱいありました。だから必ずしももっと言えば線に入らなかったとしても、何らかの形で見落とされたなっていうことはあるかもしれないなという気がしました。なんか22番、飛ばしてました、ごめんなさい、22番、ごめんなさい、飛ばしてました。文化祭終わった夜の月明かり、踊り出そうよ文芸部員ですね、ごめんなさい、これを飛ばしてました。文芸部員って地味なんですよね。
文化祭で一番活躍するのはダンス部とかね、なんか音楽の軽音楽部とかね、そういう美術部とかね目立ちます。文芸部ってねどうでも目立たない子、今漫画同好会みたいなのがね今流行りですけれども、目立つ存在じゃない。でも文化祭が終わった、精一杯なんか 部活の展示をやった、発表の満足感が作者にはあったんですね。そこでまあ帰り道、月も出ていた、踊り出そうよ友達の文芸部員さんよとこう呼びかけてるんですね。なんか地味ながら、そのなんか気概みたいなものをね、感じさせられましたね。そうでしたね、ごめんなさい飛ばしてしまいました。はい、そうですね、本当に文芸部員って地味ですもんね。あの展示なんかも結構地味ですよね。だからその中でも地味でもやっぱりあの踊り出そうよっていうのは生き生きしてるかもしれないですね。やっぱり文芸部員なんだもんっていう、そんな感じがありました。だからこの短歌とか作ってくださってるんですもんね。ごめんなさい飛ばして、あと飛ばしてしまったとこないでしょうか。慌てて行ってしまいましたが、高校生だけじゃなくてもいいですが、なんか私のこと忘れてないっていう人いません？大丈夫ですか？私がねすごいね早口なんですよ、なもんだからね。ちょっと忘れられていた人、ちょっとこうちょっと忘れられてた人います？飛ばされたよって人いたら言って。ダメなんです、こう飛ばしてしまうんですよ私がね、せっかちでおっちょこちょいなんです。大丈夫？いらっしゃらないようですね。大丈夫？なんかでも総評みたいなのがあったらちょっと言っていただいていいですか？と歌の数が多いもんですから、やっぱり何か一つコンセプトっていうかね、その選ぶ際に何か基準というか、自分の中にこう課せる基準みたいなものを設けたらいいのかなと思って、最初こう1回読んだ時はやっぱり高校生としてもう少しこう前向きに生きてる、そういう姿をの歌を取りたいなと思って、また2度目に読んだら、今度は落ち込んでる歌にやっぱり魅力があるんですね。落ち込んでる生徒っていっぱいいるんでね、中学生小学生でも、でそれをやっぱり歌にしてるんで、なかなか一般はね選びやすかったんですけどね、小中高の生徒の歌はね本当に選びにくかったです。3回も4回も読みましたけどね、選びにくかった、最初はねなんか決めてやった方がいいのかなと思ったらね、そうじゃないんですね。だからいい歌がそれだけ多かったなっていう感じを持ちましたね。はい、私も私は今埼玉市に住んでいるんですけども、埼玉市でも子ども短歌っていうのをやっていて、小学校中学生まで、高校生は入らないんですけども、やってるんですけども、それでも4万首ぐらい集まってすごいんです。でもね、あとやっぱりその中でどういうのを選んでいくか、どういうのを良しとするかっていうことはなかなか難しいことなんですが、その例えば短歌ですから五七五七七なんですけども、たまには五七五七七五だったり六七だったりするんですけど、まあ、小学生ぐらいだったら私はそれはあまり気にしないで、やっぱりその人がこれだって思った、そこを歌ってほしいっていうふうに思ってるので、そこら辺はいいかなと思って言ってます。でもここは結構みんなそういう意味では整っている、歌の形が整っているかなっていうふうに思いました。でそれと同時にやはり私風土っていうのをとても大事にしたいと思ってる方なんですけども、やっぱり埼玉県は海なし県で何にも見どころないようなダサい玉って知ってます？ダサい玉とか
飛んで埼玉とか要するにバカにされてる県なんです。でも それはそうなんだけれども、それなりに文化的なところではあるんですね。でそんなんでそのフードってなかなかつかめないんですけれども、ここはもちろんここでやっているからといって新潟の人ばっかりじゃないんです。もう遠くから寄せてくださってる方がいるけれども、やっぱり風土性っていうのはとても大事だなというふうに思います。風土っていうのは景色っていう意味じゃないんですね。風土っていうと山があって川があってとかお米が取れてとかそういうことではなくて、そこで生きている人のその息遣いっていうのかな、生き方、そういうものがあればいいかなというような、私も必ずしも基準を持って選んだわけではないけども、そういう味わいが出てるものがいいかなというふうに思いました。でもちろん技術的に上手っていう、高校生ぐらいになると技術的に上手かっていうことも問題になってくるし、上手な方がいいんです、上手な方がいいんだけれども、でも上手かっていうよりはどちらかというと歌の味わい、なんかそこに味があるねって、そこに何らかなんかそこ の人間性が出てるね、なんか環境とどうやっていくのかね、この人どういうふうにはことを感じてるのかね、そういうものが感じられる歌がやっぱりいいなというふうに思いましたので、ちょっとユーモラスな歌があったりね、そういう中で味わいが出てくればいいかなと思いました。味わいっていうのはだいたい年寄りの考えることで若い人が味わいとかいうことはないんですけど、けど見る方としてはやっぱりどんなに小さい子どもさんでも味わいのある歌っていうのはやっぱりあるっていうふうに思っていますので、今回は非常にたくさんの数って先ほどおっしゃってましたが、本当にたくさん読めたことは私としても幸せだったなというふうに思っております。ありがとうございました。拙い表ですいません。ありがとうございました。立花先生よろしいでしょうか。ありがとうございました。沖先生、立花先生、本日は分かりやすく貴重な講評をいただき誠にありがとうございました。ここで両選者先生が退席されますので、皆様もう一度盛大な拍手でお送りください。これより10分間休憩といたします。それではこれより受賞者の表彰式を行います。はじめに最優秀賞の表彰を行います。表彰は部門ごとに行います。受賞者の皆様は向かって右側の階段からご登壇ください。表彰が終わりましたら客席を向いて一礼をお願いします。この時客席の皆様から写真撮影をしていただければと思います。なお秀逸を受賞された皆様におかれましては表彰後の写真撮影は行いません。帰りは登壇いただいた階段から席に戻られますようお願いします。賞状の伝達ははじめに沖先生からお願いいたします。沖先生、前へお願いいたします。
最優秀賞一般部門、園部淳さん。ジュニア部門、小学生の部、福崎悟さん。高校生の部、秋元次陽さん。園部さんお願いします。賞状一般部門最優秀賞、園部淳様、あなたは第29回宮修司記念館全国短歌大会において当初の成績を収められたので、その栄誉をたたえこれを賞します。令和5年11月11日宮修司記念館全国短歌大会会長魚沼市長内田美希夫、おめでとうございます。少女ジュニア部門小学生の部最優秀賞、福崎悟様、以下同文ですので省略させていただきます。おめでとうございます。秋元次陽様、両方ね、2つあったね。賞状高校生の部最優秀賞、秋元次陽様、以下同文なので省略させていただきます。おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして選者賞、沖七茂選、ジュニア部門小学生の部、田村和香さん。中学生の部、岡本律希さん。賞状ジュニア部門小学生の部選者賞、沖七茂選、田村和香様、以下同文ですので省略させていただきます。おめでとうございます。賞状ジュニア部門中学生の部選者賞、沖七茂選、岡本律希さん、おめでとうございます。以下同文です。おめでとうございます。
ありがとうございました。続きまして選者賞立花義邦選となります。立花先生、前へお願いいたします。選者賞立花義邦選、一般部門磯部剛さん、ジュニア部門小学生の部真島萌香さん、高校生の部瀬下一太さん、賞状一般部門選者賞立花義邦選、磯部剛様、あなたは第29回宮修司記念館全国短歌大会において当初の成績を収められたので、その栄誉をたたえこれを賞します。令和5年11月12日宮修司記念館全国短歌大会会長、宇野間市長、内田美紀夫、おめでとうございます。小学生の部選者賞立花義邦選、真島萌香様、以下同文、おめでとうございます。賞状高校生の部選者賞立花義邦選、瀬下一太君様、以下同文、おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして魚沼市長賞です。樋口教育長が表彰いたします。魚沼市長賞一般部門相馬恵子さん、ジュニア部門小学生の部村山桜花さん、どうぞ、そばさん。
その真ん中に、はい、賞状一般部門魚沼市長賞相馬恵子様、あなたは第29回宮修司記念館全国短歌大会において当初の成績を収められたので、その栄誉をたたえこれを賞します。令和5年11月11日宮修司記念館全国短歌大会会長魚沼市長内田美紀夫、おめでとうございます。副賞が、はい、じゃあちょっとずっていただいて、はい、よし、はい、お願いします。賞状ジュニア部門小学生の部魚沼市長賞村山大花様以下同文です。おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして新潟日報社賞です。新潟日報社魚沼総局長小林正文様に表彰をお願いします。新潟日報社賞ジュニア部門小学生の部桜井春さん、中学生の部桜井蒼太さん、賞状ジュニア部門小学生の部新潟日報社賞桜井春様、あなたは第29回宮修司記念館全国短歌大会において当初の成績を収められたので、その栄誉をたたえこれを賞します。令和5年11月11日宮修司記念館全国短歌大会会長魚沼市長内田美紀夫、賞状ジュニア部門中学生の部新潟日報社賞桜井蒼太様以下同文です。どうもおめでとうございました。ありがとうございました。続きまして宮修司記念館長賞です。宮修司記念館長下村正人が表彰いたします。宮修司記念館長賞一般の部
篠崎俊二さん。桑田道代さん。早川元江さん。関川陽子さん。賞状一般部門宮修司記念館長賞篠崎俊二様、あなたは第29回宮修司記念館全国短歌大会において当初の成績を収められたので、その栄誉をたたえこれを賞します。令和5年11月11日、宮修司記念館全国短歌大会会長魚沼市長内田美希夫。賞状一般部門宮修司記念館長賞桑田道代様、以下同文です。おめでとうございました。賞状一般部門宮修司記念館長賞早川元江様、以下同文です。おめでとうございました。早川様、はい、副賞でございます。賞状一般部門宮修司記念館長賞関川陽子様、以下同文です。おめでとうございました。副賞でございます。ありがとうございました。続きまして、宮修司記念館長賞小学生の部、安部小羽さん、佐々木ほのかさん、山田優生さん、木皿幸之助さん、松田綾瀬さん、北村葵さん、賞状ジュニア部門小学生の部宮修司記念館長賞
安部小羽さん、あなたは第29回宮修司記念館全国短歌大会において当初の成績を収められたので、その栄誉をたたえこれを称します。令和5年11月11日宮修司記念館全国短歌大会会長魚沼市長内田美紀夫。賞状、ジュニア部門小学生の部宮修司記念館長賞佐々木ほのか様、以下同文です。はい、おめでとうございます。はい、賞状、ジュニア部門小学生の部宮修司記念館長賞山田雄生様、以下同文です。はい、おめでとう。はい、おめでとうございます。賞状、ジュニア部門小学生の部宮修司記念館長賞木皿幸之助様、以下同文です。はい、おめでとう。はい、賞状、ジュニア部門小学生の部宮修司記念館長賞松田綾瀬様。はい、おめでとう。はい、大丈夫かな。はい、賞状、ジュニア部門小学生の部宮修司記念館長賞北村葵様、おめでとうございます。はい、どうぞ。はい、ありがとうございました。すいません。続きまして、宮修司記念館長賞中学生の部上村花さん。賞状、ジュニア部門中学生の部宮修司記念館長賞上村花様、あなたは第29回宮修司記念館全国短歌大会において当初の成績を収められたので、その栄誉をたたえこれを称します。令和5年11月11日宮修司記念館全国短歌大会会長魚沼市長内田美紀夫。ありがとうございました。
続きまして宮修司記念館長賞高校生の部今村和樹さん、加藤綾乃さん、福田ののかさん、村山美希さん、西野綾乃さん、賞状高校生の部宮修司記念館長賞今村和樹様、あなたは第29回宮修司記念館全国短歌大会において当初の成績を収められたので、その栄誉をたたえこれを賞します。令和5年11月11日宮修司記念館全国短歌大会、会長魚沼市長内田美希夫。賞状高校生の部宮修司記念館長賞加藤綾乃様、はい、おめでとうございます。はい、賞状高校生の部宮修司記念館長賞福田ののか様、以下同文です。おめでとうございます。はい、賞状高校生の部宮修司記念館長賞村山美希様、以下同文です。賞状高校生の部宮修司記念館長賞西野綾乃様、以下同文です。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして秀逸です。一般部門は宮修司記念館運営委員で歌人の田宮智子様、小学生の部は魚沼市市議会福祉文教委員長星野美幸様、中学生の部は魚沼市文化協会会長滝沢おさむ様にお願いいたします。高校生の部は魚沼市障害学習課長青柳陽介が表彰いたします。最初に一般部門です。田宮様は前へお願いいたします。秀逸1、一般の部
本田芳生さん。松山浩一さん。秀逸2一般の部、渡辺勇さん。斉藤武さん。野田香織さん。浜太斗さん。折笠水江さん。山本美代さん。渡辺明子さん。少女、はい、いいですかね、失礼しました。少女一般部門秀逸一、本田芳生様、あなたは第29回宮修司記念館全国短歌大会において当初の成績を収められたので、その栄誉をたたえこれを賞します。令和5年11月11日宮修司記念館全国短歌大会会長、魚沼市長内田美希夫、おめでとうございます。賞状一般部門秀逸一、松山浩一様、おめでとうございます。以下同文でした。あ、すいません、これお持ちください。どうぞ。賞状一般部門秀逸に、渡辺勇様、以下同文です。おめでとうございます。ちょっとお待ちください。賞状一般部門秀逸に、斉藤武史様、以下同文です。おめでとうございます。賞状一般部門秀逸に、野田香織様、以下同文です。おめでとうございます。あれ、浜太斗様、浜太斗様、ちょっと違いますね。賞状一般部門秀逸に、浜太斗様、以下同文です。おめでとうございます。
少女一般部門秀逸に折笠水江様以下同文です。おめでとうございます。賞状一般部門秀逸に山本美代様以下同文です。おめでとうございます。あ、これは、ね、山本さん、賞状一般部門秀逸に渡辺明子様以下同文です。おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして小学生の部です。星野様は前へお願いします。秀逸小学生の部、布施遥香さん、小田島王子さん、野沢千早さん、小山隼人さん、渡辺太一さん、松田綾瀬さん、中林柚月さん、金本瑞希さん、渡辺裕太さん、学張佐藤さん、皆川蓮人さん、井口浩太さん、相田凛香さん、波方愛さん、関俊介さん、少女ジュニア部門小学生の部、秀逸布施遥香様、あなたは第29回宮修司記念館全国短歌大会において当初の成績を収められたので、その栄誉をたたえこれを賞します。令和5年11月11日宮修司記念館全国短歌大会会長、魚沼市長、内田美京。おめでとうございます。
少女ジュニア部門小学生の部秀逸小田島大志様以下同文です。おめでとうございます。少女ジュニア部門小学生の部秀逸野沢千早様以下同文です。おめでとうございます。少女ジュニア部門小学生の部秀逸小山隼人様以下同文です。おめでとうございます。少女ジュニア部門小学生の部秀逸渡辺太一様以下同文です。おめでとうございます。少女ジュニア部門小学生の部秀逸松田綾瀬様以下同文です。おめでとうございます。少女ジュニア部門小学生の部秀逸中林柚月様以下同文です。おめでとうございます。少女ジュニア部門小学生の部秀逸金本瑞希様以下同文です。おめでとうございます。渡辺さん、少女小学生の部秀逸渡辺裕太様以下同文です。おめでとうございます。待ってください。少女ジュニア部門小学生の部秀逸学張佐渡様以下同文です。おめでとうございます。少女ジュニア部門小学生の部秀逸皆川蓮人様以下同文です。おめでとうございます。少女ジュニア部門小学生の部秀逸井口浩太様おめでとうございます。少女ジュニア部門小学生の部秀逸相田凛花様おめでとうございます。少女ジュニア部門小学生の部秀逸波方愛様以下同文です。おめでとうございます。少女ジ
ジュニア部門小学生の部秀逸関俊介様以下同文です。おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして中学生の部です。滝沢様前へお願いします。秀逸中学生の部福崎優香さん。羽賀祐樹さん。少女ジュニア部門中学生の部秀逸福崎優香様、あなたは第29回宮秀樹記念館全国短歌大会において当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえこれを称します。令和5年11月11日宮秀樹記念館全国短歌大会会長大沼市長内田美希夫、おめでとうございます。少女羽賀ジュニア部門中学生の部秀逸羽賀祐樹様以下同文でございます。おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして高校生の部です。魚沼市生涯学習課青柳課長が行います。秀逸高校生の部穴沢かなたさん。武田あかりさん。秋元次陽さん。藤塚浩二さん。羽賀天音さん。
須田圭介さん、八賀さやかさん、桜井ゆずきさん、少女高校生の部秀逸穴澤かなた様、あなたは第29回宮修司記念館全国短歌大会において当初の成績を収められたので、その栄誉をたたえこれを称します。令和5年11月11日宮修司記念館全国短歌大会会長魚沼市長内田美希夫、おめでとうございます。少女高校生の部秀逸武田あかり様、以下同文です。おめでとうございます。少女高校生の部秀逸秋元次王様、以下同文です。おめでとうございます。少女高校生の部秀逸藤塚浩二様、以下同文です。おめでとうございます。少女高校生の部秀逸羽賀天音様、以下同文です。おめでとうございます。少女高校生の部秀逸須田圭介様、以下同文です。少女高校生の部秀逸八賀さやか様、以下同文です。おめでとうございます。少女高校生の部秀逸桜井ゆずき様、以下同文です。おめでとうございます。ありがとうございました。
なお本日欠席の方につきましてはお配りしました入選作品集をもって発表に変えさせていただきます。最後に学校賞の表彰を行います。学校賞は学校全体で取り組んで多数の応募をし優秀な成績を収めた学校に授与するものです。受賞された学校は十日町市立中条小学校、魚沼市立堀之内小学校、慶応義塾普通部、新潟県立小出高等学校、以上の4校です。なお十日町市立中条小学校、慶応義塾普通部は本日欠席となります。表彰は立花義邦先生よりお願いいたします。それでは受賞校の代表の方からステージに登壇をお願いいたします。表彰状、学校賞、魚沼市立堀之内小学校様、貴校は第29回宮修司記念館全国短歌大会において多数の応募と優秀な成績を収められたので、その栄誉をたたえ、これを称します。令和5年11月11日、宮修司記念館全国短歌大会会長魚沼市長内田美希夫、おめでとうございます。表彰状、学校賞、新潟県立小出高等学校様、以下同文です。おめでとうございます。ありがとうございました。以上で表彰式を終了いたします。最後に閉会のご挨拶を魚沼市教育委員会生涯学習課長青柳陽介が申し上げます。第29回宮修司記念館全国短歌大会の閉会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。本日は大勢の方から、また遠方から表彰式にご参加いただき、誠にありがとうございました。1万を超える作品の中から受賞された皆さん、おめでとうございます。選者の沖先生と立花先生からは、お忙しい中受賞作品を選考いただき、また本日はとても分かりやすい好評をいただきありがとうございました。小学生の部から一般の部まで多くの方から出品をいただき、短歌という文化が幅広い年代から愛されていることを改めて感じたところ
感じたところです。これからもこの宮修司記念館全国短歌大会を開催していくことで、宮修司の業績を全国に伝えていくとともに、より多くの皆様が短歌に興味を持っていただくきっかけとなれば幸いと感じております。結びになりますが、本日受賞された皆様には来年の第30回大会への参加をお願い申し上げまして、簡単ではございますが閉会の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。これをもちまして第29回宮修司記念館全国短歌大会表彰式のすべてのプログラムを終了いたしました。本日は誠にありがとうございました。